Hello, hello, it's me, Edith, again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは。リビングリッシュ、始めましょう。Yes. はい、リビングリッシュですね。住むという英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と、イデスです。がお届けする番組です。はい、それでは今回も最後までお付き合いくださいね。はい、ということで、今回、ゲスト来てもらってます。Y モバイルからですね、樋口さんですね。では、はい、英語で自己紹介をお願いします。はい。Hello, everyone. My name is Shinsuke Higuchi. My baby is cutest in Osaka. 素晴らしい。My baby is cutest in Osaka. The cutest. Wow. 最上級出ましたね、最上級。はい、大阪一、かわいい。ね、はい。ちなみにはいくつなんですか？今、1歳半ですね。1歳半。はい。かわいい盛りですね。そうですね。一人。今一人です。はい。いつも何して遊んではるんですか？いやもうひたすらトーマスを走らせてますね。なるほど。はい、今ねトーマスですね。トーマスってすごいね。トーマスすごいですね。ゴードンじゃダメなんですよ。ああ、ゴードンじゃあかんね。トーマスじゃないと話しならんね。はい。でですね、この番組はですね、ですね、いいです。がですね、英語で質問するので、はい、で、英語もしくは日本語でもいいですので、はい、答えてください。はい、では早速いいです、質問を。 So what countries have you been so far? はい、今までどこに海外行かれましたかっていう質問なんですけども、はい、1回だけアメリカに行きました。あ、はい、どちらへ？アメリカは、サンフランシスコのあたりだったと思います。はい、あんまり曖昧になってない。何しに行ったんですか？はい、そこには、まあ、会社のご褒美研修みたいなことで。へえ、いいですね。はい、そうなんですよ。40名ぐらいで、はい、アップルの本社と、はい、Google の本社に見学で遊びに行きました。いいじゃないですか。はい、シリコンバレー。そうですね。ね、マウンテンビューに。マウンテンビューに行きましたね。素晴らしい。はい、わー、いいね。Yes, 行きたいな。行きたいな。じゃあ続けて質問。Do you have any interesting experience over there? Interesting experience で興味深い経験何かしてきましたか？そうですね。サンフランシスコで。やっぱり軽自動車がないと。アメリカね。アメリカは、うん、まあちっちゃい車はあるんですけど。軽っていうカテゴリーがないので、そうですね。はい、なのでちょっとまあ普段の、はい、この日本に住んでる我々の小ささというのを思い知らされましたね。まあ、はい、アメリカ大きいですね。道も広いしね。道も広いし、人も軽自動車登ったら何台横でこう何台止めれんねんっていうね、はい、感じですもんね。はい、なるほどなるほど。ね、なんか他にはありますか？そうですね。やっぱり人がね、その大らかというか、結構フレンドリーやったんで、うん、それはすごい良かったですね。うん、まあ、ね、すぐ話しかけてきますもんね、知らんでも。そうなんですね、はい、どっから来たんとかね。Very friendly, so it's different from Japanese people. そうね、日本人は全然フレンドリーじゃないもんね。仲良くなったらフレンドリーなんだけど、その最初の挨拶っていうのがちょっとニュアンスが違うよね。ね、日本はね。普通に水とかだけ買うだけでも喋りかけて、今日どこ行くんとかね、元気でね、うん、みたいな、うんうん、ね、楽しんできてねとか言うね、普通にね。違いますね。へえ。I heard the appearance was a bit different as well, yeah? 何が？Appearance って言ったの？ Like the hairstyle and then maybe tattoos. あ、タトゥーはね。Yes, in America, yeah? 向こうはね、多い、普通にね。Yes, in Japan you cannot see something like that. ピアスとかね。Yes. ディアスとか、うん、グリーン、ピンク、ブルー、髪の毛、yes. 全然ね、本当に行ったアップルストア の、うん、スタッフの人はもう上もボーンってアフロヘッド、ひげもなんかボーンって生えてて、うん、仙人みたいでしたね。亀仙人みたい。亀仙人どうですか？Maybe your style is like allow a lot more freedom. そうね、自由ね、その辺がね、すごい。
なるほど。はい、じゃあ続けて続けて。Okay, so, what did you think about the food? はい、食べ物はどうでした？食べ物。アメリカの。ね、まあ、基本的に今、でかいですね。あ、量が多いし、でかいっていうね、はいはい。食べられないぐらいの量が毎回出てくると。なるほど。基本的に、ね、あれ持ち帰るんですよ。あ、持ち帰るんですか、うんうん、基本的にドギーバッグって言って、あのカバンとか箱もらって持って帰ってですね。だから、ね、向こうでいうフレンチフライっていうか、芋を揚げたやつとかね、はいはいはい、あんなに山盛り出てくるでしょ。出てきます、あんなに食われへんから、持って帰る、大体。で、あれ、おかわり自由なの、どこ行っても大体。うん、だから、食べた後、おかわりもらって、それを持って帰ると。はいはいはい。そんな。So you actually pay one time, two meals. そう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 。Two meals というか、うん、まあそうね、大体持って帰るよね。そしたら、まあ、まあ高いからね、結構外食、アメリカはね、外食が、はい、まあ物も高いし、税金も高いから、はい、結構払うんがね、結構高かったでしょ。高かったです ね、 ね、はい。もう普通に2食分ぐらい、うん、取られると思うんで、うんうんうん。なのでそういう持ち帰りのが主流なんです。はい、うん、but you said the food was not really good. どうだった？そんなに美味しくなかったって聞いてますけど。ああ、もう本心でこれは言ってもいいですね。はいはい、どうぞ。はい、そんなに美味しくなかったです。美味しくない、はい、ね。美味しいものもまあありました、うん。はい、でもやっぱ日本の方が繊細なこう味付けがされてるなって、ね。日本食はまあ世界一やね、やっぱね。Yes, just Japanese food is too delicious. ね、美味しすぎるよね。Yes, cannot help it. ね、こういうね、はい、まあ、今回初めてアメリカ行かったね。そうです、そうです。なのでこう行って知る日本の良さみたいなのも、はい、一つのこう海外に行く目的の一つかな。それはそうですね。ね、ね、うん、はい、じゃあ。Okay, were there any cultural differences? はい、カルチャーディファレント。文化の違い、文化の違い、はい、その文化の違いは、まあ、いっぱいあったんですけど、うん、まあ、さっきの軽自動車がないっていうのもそうですし、はい、まあ、トイレのドアが下がすごい開いてて、やたら開いてる、やたら開いてるという、下手した膝小僧まで見えちゃうかぐらい開いてますもんね、はい、ね、まあ、ちょっと恥ずかしい思いしながら、うんうんうん、もう過ごしましたけど、うん、その辺。ね、ですね、はい、ね、でトイレ紙とかもやったら広いでしょ、広い、紙もちょっと遠かったりする、ギリ届くからみたいなとか、え、is it because of Japanese they are smaller? いや、それ言い過ぎやわ、これそれはいいです、いいです、言い過ぎちゃう、用事がちっちゃいから広かったり、yeah, like, そんなことない、みんなそうやと届けへんと思うよでもね、無駄に広いもんね、その広さが逆にちょっとね不安になるとか、あ、怖いというか、普段このね全部小さい範囲でやってるのが、うん、こんなに広いと、うん、下も空いてると、うん、この違いにちょっと不安を、スースーする、ね、そうですね、なんかスースーする、 It's very insecure、 うん、うん、very insecure、 安全感という、そうね、守られてない感じ、セキュリティ大丈夫かみたいな感じかな、なるほど、トイレね、これはまあしゃあないですね、うん、怖いもんだってトイレと。ね、海外のトイレ怖い、ね。Maybe a bit dangerous. You feel a bit dangerous. そう、危ないね。Yeah. In Japan, you feel very, very safe. そうね。日本のトイレってすごい安全やもんね。ね、ウォシュレットも最高やしね。そうですね。ウォシュレットないのもちょっとしんどかったですね。ね、北米あんまないですもんね、ウォシュレットね、うん。なかなか大変ね。ウォシュレットないわ。ね、不安感抜群やわみたいな。ね、確かに確かに。はい、はい、他は We also talked about the tipping system. 何システム Tipping. あ、チップね。Yeah. うん、チップ、レストランね。チップ、はい。あれはね、本当に困りました。その、うん、お金払うときに、まあ、日本の感覚で、まあ、ちょっと多めに払って、お釣り戻ってくるもんやと思ってたんで、うん、お釣り戻ってこないし。ずっと待ってた。ずっと待ってた。あれみたいな。おかしい。これちょっと、あれ、行かれてる日本人から行かれてるみたいな思いながら、あ、そっか、チップだよねって、まあ、終わったんですけどね、うん。その次のお店行った時に、うん、じゃあ、さて、いくらチップを払ったらいいんだって、はいはい、ネットで調べて、うん、まあ、だいたい10%とか、あの、まあ、20%とか書いてるんですけど、うん、まあ、その、そもそもチップがいる店なのか、いらない店なのかもわからない。全部
あ、全部いるんですか？北米は全部いる。ほぼほぼ。あのキャッシュオンのとこはそんないらないけど、はいはいはい、でもキャッシュオンっていうか、お頼んで、カウンターで頼んで、あのフードもらってお金払うとこは基本いらないけど、横にチップボックスってある、ね。はいはい、だからそこに入れたりとか。But it's not all the shop, isn't it? It's mainly restaurant. うん、レストラン。うん、まあね、mainly restaurant. うん、あんま、うん、服買うショップとかはあんまチップはいらないかな。うん、だいたい食べ物。だからサーブしてくれる、はい、持ってきてくれて下げてくれるようなとこはチップ、はい、うん、ね、でアメリカは基本的に時給が安いの。はいはい、チップがメイン。時給よりチップで稼いだはるから。Yeah, yeah. はい、だからサービスをしてくれはんねんけど、日本人慣れてないからね、はい、で誰に頼んでもええもんやと思って頼むよね、はい、ほんなら私ちゃうとか言って断られんねんね、ウェイターさんにあの子に言えとかってで、あの子に言うたら、いや私担当ちゃうからあの子やとか言って、結局オーダーできへん、大丈夫だよこれ誰にチップ払うやろとかっていう経験は何度もあるね。混んでる店とか特にね、 It takes a lot of time to just to order. 大変大変、ほんと大変。日本みたいにピンポンとかないもんね。確かになかったね。ねえ、ほんと困る。うんうん、食べ物ね、困るな、ね。あとはなんかないですか、はい、そういうの。ね、あとファンキーなことと、はい、あとやたらこう、慣れ慣れし。はい、まあその、やっぱりアメリカの人なのか分かんないですけど、とにかくその、すごい仲良くしてくれる、うんうんうん、あの日本にはないこの感じがめちゃめちゃ良かったですね。ヘイブラザーみたいな。そうなんですよ。水を買うだけでもなんかもうすごい仲良くなれちゃうみたいな感じだったんで、うんうんうん、もうまた行きたいなと思いました ね、 ね、ぜひぜひまた行ってください、はい、次はちょっと英語喋れていけるといいです ね、 ですね、今勉強してるんで。あ、ほんまですか。ぜひぜひ良ければうちでもやってますの で、はいですね、はい、お気軽に来てもらえれば、はい、営業してしまった Now you can say like to Americans, you can say I have a cutest baby アメリカ行ってね、ほんま言わなあかんね。 I haveThe cutest baby in Osaka. In Osaka, yes. みんなびっくりすると思う。ね、いやいや面白いな。去年行ってきたね。去年ですね。ね、はい、いやいいね。最近の話は楽しいね。うん、ありました。じゃあもっと聞きたいんですけど、ちょっとあの告知をしてもらえたらと思うんですけど。はいはい、ありがとうございます。はい。Y モバイル、枚方ビオルネ店なんですけれども、スマートフォンの料金高い方、多分まだまだいらっしゃると思います。ね、毎月の料金が、無駄に払ってたらもったいないんで、ぜひうちに来ていただけたら、バッチリ見積もりして、一番いいあのお得なプランに切り替えますんで、ぜひとも、ワイモバイル枚方ビオルネ店をよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ一度相談に行くっていう感じなんですね。そうですね。持って行ってプランを見てもらって、はい、で今払ってるのとこうちょっと見積もり企画をして買えるそうですね。はい。はい。いいですね。絶対プライス、ね、あのそういうのちょこちょこやってた方がいいでしょう。もうそうですね。ほったらかしにするのはもう良くないんで。良くないね。はい、言うても何年縛りとかも関係なし。2年縛りですね。はい。それもちょこちょこ見に来てもらったら。た方がお得、はい、返金するべきです。あ、いいですね。じゃあぜひ皆さんね、バイモバイル行ってください。はい、はい、ということでいいです。最後締めてください。 If you would like to learn more English, please stay tuned to our program. はい、See you, goodbye.